ちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後0時からも日本語の放送です。午後0時からの日本語放送は 15.195 15.325 17.810 の各メガヘルツ、カナダを中継する中米向けの 5.960 メガヘルツ、ボネールを中継する南米向けの 11.935 メガヘルツ、ドイツを中継する中東北アフリカ向けの 11.680 メガヘルツ、以上6つの周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。こんにちは、正午の NHK ニュースです。政府は東日本大震災からの復興を目指す中小企業などに対する補助事業や iPS 細胞を利用した再生医療などの研究支援を盛り込んだ総額4000億円を超える新たな経済対策を今日閣議決定しました。政府は景気減速の懸念が強まる中、野田総理大臣の指示を受け、景気を下支えするため緊急性の高い事業を中心にした経済対策を取りまとめ、今日の閣議で決定しました。それによりますと、東日本大震災の被災地で中小企業や商店が共同で事業を行う際の補助事業に801億円、福島県内で企業が新たな工場などを作るのに必要な費用を補助するため402億円が計上されました。また集中豪雨の防災対策などに1240億円、政府の日本再生戦略で柱となっている医療福祉に関連して iPS 細胞を利用した再生医療などの研究支援に38億円、さらに安全対策を急ぐ必要がある全国の通学路にガードレールなどを設置するため48億円が盛り込まれました。これらの財源は今年度予算の予備費やすでにある基金を使い、総額は4000億円を超え、地方の支出を合わせた事業規模は7500億円程度になるということです。野田総理大臣は閣議で、遅くとも来月中をめどに次の経済対策の決定に向けた作業を進め、デフレからの早期脱却や日本経済の活性化に向けた取り組みを加速させていくと述べ、今年度の補正予算案の編成も視野に次の経済対策に向けた作業を急ぐ考えを示しました。民主党の越石幹事長ら執行部と経団連の米倉会長ら幹部が懇談し、経団連側が赤字国債発行法案の早期成立を求めたのに対し、民主党は来週29日に召集される臨時国会での成立を目指す考えを強調しました。懇談には民主党から越石幹事長や安住幹事長代行らが、経団連からは米倉会長ら幹部が出席しました。懇談の冒頭、米倉会長は震災からの復興やエネルギー政策の見直しなど、今は国の将来を左右する重要局面だ、また日中日韓関係の緊張が経済に大きく影響している、今こそ政治のリーダーシップを求めたいと述べました。これに対して越石幹事長は、野田総理大臣も臨時国会の所信表明演説で、我が国の最大の緊急課題は日本経済の再生に向けて道筋をつけることだと強調すると思う、一日も早く政治の安定を取り戻したいと述べました。そして経団連側から、赤字国債発行法案の早期成立や安定した電力供給に向けて原発の再稼働を求める意見などが出されたのに対し、安住幹事長代行は、赤字国債発行法案が成立しないままでは国民生活や国債市場に大きな影響を与える、臨時国会で成立させたいと述べました。衆議院議員運営委員会の理事会が開かれ、与党側は週明け29日の臨時国会の召集日に野田総理大臣の所信表明演説を行った上で、
各党の代表質問を行いたいという考えを示しているものとみられ、協議が続いています。衆議院議員運営委員会の理事会は今日午前11時から始まり、昨日は欠席した自民党や公明党も出席しています。この中で与党側は今月29日に召集される臨時国会について、召集日の29日に野田総理大臣の所信表明演説を行った上で、後日それに対する各党の代表質問を行いたいという考えを伝えているものとみられます。これに対し自民公明両党は、先の通常国会で野田総理大臣に対する問責決議が可決されたことへの具体的な対応が未だに示されていないのは不誠実だと抗議しているものとみられ、協議が続いています。一方、これに先立って自民公明両党は幹部同士の会合を開き、野田総理大臣の所信表明演説や代表質問への対応については、政府民主党の対応や先の通常国会で野田総理大臣に対する問責決議に賛成したその他の野党の動向を見ながら決めることを確認しました。兵庫県尼崎市の住宅で男女3人の遺体が見つかった事件で、警察は3人が別の死体遺棄の罪で起訴された女の自宅のマンションで暴行を受け死亡したものとみて、今朝から殺人の疑いでマンションの部屋などを捜索しています。捜索を受けているのは去年死体遺棄の罪で起訴された兵庫県尼崎市の墨田美代子被告64歳の自宅のマンションなどです。被告の周辺では8人が行方不明になり、このうち中島真理子さん29歳と叔父の谷本隆さん68歳、それに安藤光恵さん71歳の3人が今月中旬、尼崎市の住宅の床下から遺体で見つかりました。3人は行方不明になる前、墨田被告らとマンションの一室で集団生活をしていたとみられ、部屋で繰り返し暴行を受け衰弱して死亡したと複数の関係者が警察に証言していました。警察は被告の周辺関係者数人が暴行に関わったものとみて証言を裏付けるため、今朝から殺人の疑いでマンションの部屋の捜索を行っています。一方、行方不明者のうち元溶接工の橋本二郎さん54歳もマンションの部屋で暴行を受けたとみられ、遺体は尼崎市の貸し倉庫でドラム缶に入れられた上、岡山県の海に遺棄された疑いが出ています。警察は貸し倉庫についても捜索を行っていて、一連の事件の全容解明を進める方針です。今朝、北海道喜茂別町でマイクロバス2台と乗用車の合わせて3台が絡む事故があり、乗用車に乗っていた男女2人が死亡しました。他にも30人余りが怪我をしているということで、警察が詳しい状況を調べています。今日午前7時ごろ、北海道喜茂別町の中山峠付近の国道230号線でマイクロバス2台と乗用車1台が絡む事故がありました。この事故で乗用車に乗っていた男女2人が全身を強く打ち死亡しました。2人は70代の夫婦とみられ、警察が身元の確認を進めています。また2台のバスには運転手も含めて43人が乗っていて、消防によりますとこのうち34人が怪我をして病院で手当てを受けているということです。警察によりますと2台のバスに乗っていたのは喜茂別町にある農産物の加工会社の工場に派遣される予定だった人たちだということです。現場は札幌市の教会付近の山あいを通る高架になっている国道のカーブで、警察によりますと乗用車がセンターラインをはみ出して1台目のバスと接触し、さらに2台目のバスと正面衝突したとみられるということで、警察が事故の詳しい状況を調べています。事故にあったバスに乗って病院に運ばれた札幌市の60歳の男性は、バスの一番後ろの右側の席に乗っていたが、乗用車が前から来てバスの右側面を擦るようにぶつかってきて、その車が壊れていくのが見えた、すごい衝撃で驚きましたと話していました。投票日まで2週間を切ったアメリカ大統領選挙は、 ABC テレビが行った世論調査で
ロムニー候補がオバマ大統領を上回って初めて 50% に達し、とりわけロムニー候補の経済運営に信頼感が高まっています。アメリカ ABC テレビは今月21日から24日にかけて全米の有権者のうちおそらく投票に行くと答えたおよそ1400人を対象に世論調査を行いました。その結果、ロムニー候補に投票すると答えた人が 50%、 オバマ大統領に投票すると答えた人が 47% で、ロムニー候補の支持率が2日前にオバマ大統領を上回って以来、わずかながらリードを広げ、初めて 50% に達しました。また経済運営でどちらが信頼できるかという質問に対しては、ロムニー候補が 52%、 オバマ大統領が 43% と、経済がロムニー候補への支持につながっていることがうかがえます。大統領選挙は全米での得票数の合計で勝敗が決まるのではなく、50州と首都ワシントンでの勝敗でそれぞれに割り振られた選挙人の数を競います。 ABC テレビはそれぞれの勝利がほぼ固いとみられる州の選挙人の数を足し上げると、オバマ大統領が217人、ロムニー候補が191人としています。大地震の際に救命活動や緊急物資の輸送の拠点となる全国の主な空港のうち、羽田空港をはじめとする12の空港の滑走路や管制塔などの50の施設で耐震化や液状化現象を防ぐ対策などが実施されていないことが分かりました。会計検査院は早急に対策を取るよう求める方針です。国土交通省は大地震の際に救急救命活動や緊急物資の輸送を行う拠点としての機能を保てるよう、主要な13の空港について耐震性を確保する方針を平成19年に決めました。ところが会計検査院が調べたところ、羽田空港や大阪空港など7つの空港の滑走路や誘導路など20の施設で耐震化や液状化を防ぐ対策が実施されていないことが分かりました。このうち羽田空港では1本の滑走路など3つの施設で液状化対策を行っていなかったほか、誘導路など8つの施設では液状化の恐れがあるかどうか調査していませんでした。また成田空港と関西空港はそれぞれ管制塔と空港事務所の耐震化を終えていないほか、羽田など7つの空港では管制塔や消防の調査など20の施設で耐震診断を行っていませんでした。こうした施設は羽田を中心に12の空港の50に上り、会計検査院は首都直下地震などの発生が懸念される中、早急に対策を取るよう国土交通省に求める方針です。デザインや操作性を全面的に刷新したマイクロソフトの基本ソフト Windows 8が26日全世界で発売され、日本でもこのソフトを搭載したパソコンなどが一斉に売り出されました。東京都内の家電量販店では記念のイベントが開かれ、日本マイクロソフトの樋口康之社長らがテープにハサミを入れました。 Windows 8はマイクロソフトが Windows 95以来17年ぶりの全面的な刷新と位置づける基本ソフトで、タッチパネルに対応したのが特徴で、画面を指で触って操作するほか、アプリをインターネットから取り込めるなど、タブレット端末として使う機能を重視しています。こうした特徴を生かしてメーカー各社は今回キーボードを切り離したり格納したりして、タブレットとしても使える新しいタイプのパソコンを一斉に発売しました。パソコンの販売はタブレットの普及で頭打ちとなっていて、マイクロソフトとしては幅広い機器に対応する基本ソフトを出すことでアップルなどのライバルに対抗する狙いがあります。タブレットなどの情報端末は各社が相次いで新商品を発表し、年末商戦を前に消費者にとっても選択肢が広がりそうです。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場は来週開かれる日銀の金融政策決定会合の内容を見極めたいとして積極的な取引が手控えられ、円相場は1ドル80円台前半で小幅な値動きとなっています。
円相場は現在昨日と比べて4銭円高ドル安の1ドル80円10銭から16銭で取引されています。またユーロに対しては昨日と比べて49銭円高ユーロ安の1ユーロ103円77銭から79銭で取引されています。一方、今日の東京株式市場は企業の中間決算や来週開かれる日銀の金融政策決定会合の内容を見極めたいとして積極的な取引が控えられ、株価は小幅な値動きとなっています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値より12円84銭安い9042円36銭。東証株価指数トピックスは 2.18 下がって749.24 となっています。ここまで全国のニュース、出山がお伝えしました。0時15分になります。